京都のお祭りといえば豪華絢爛の山鉾で有名な祇園祭り、まるで歴史絵巻のような時代祭り、平安時代の行事を垣間見れる葵祭りなどがあり、毎年大変注目を集めていますね。しかしそんな京都には美しさにおいても歴史の長さにおいても負けず劣らずのお祭りがあります。それは京都市内で最も古い秋祭りの一つとされる粟田祭りです。祇園祭りの山鉾の古い姿をとどめた県鉾、夜を照らす大きな灯籠、今日は皆さんと一緒に美しい京都の秋祭りの雰囲気に潜り込みます。粟田神社大祭は京都市東山区、刀鍛冶たちが住居を構えていたことで知られる粟田口鍛冶町に位置する粟田神社のお祭りです。地元では粟田祭りとして親しまれています。粟田祭りは悪疫退散を願うお祭りで、体育の日前々日から4日間にわたって行われます。今日は9月12日お祭りの初日です。粟田祭りを開催する粟田神社には長い歴史があります。平安時代前期の876年、とある春の日、時の天皇である清和天皇のもとへ、祭祀を担当する役職、神技官と占い、天文、暦の偏差を担当する武将、陰陽寮からこのような言葉が届きました。秋には疫病が民を悩ませると。そこで、直ちに天皇の命令により、全国の神にお供えをして、国家と民の安全を祈願されました。その中で一人の藤原沖雄という人が天皇のお使いとしてここ八坂神社のところに来て7日7晩ずっと祈祷してたら、枕元に夢の中に神様が現れて、その神様は、私は大国主じゃ、このすごい大変なことになってるから、それが分かってて、神様にもその天皇のそういう悩みがしっかり伝わったから、私とスサノオという私の親戚を祀れ、そしたら全部良くなるということでできたのがこの粟田神社だから、そういう歴史もあって八坂神社との関係がすごく深い。こうしてこの地に大国主と八坂神社の主祭神であるスサノオが祀られ、粟田神社ができたのです。そんな見どころが多くて素敵なお祭りを開催する神社とはどのような場所なのでしょうか。お祭りをより楽しむために、まずは粟田神社について知っておきましょう。今回見に来たお祭りは粟田神社のお祭りで、粟田神社にとって最も重要な行事なんだよね。で、そのお祭りは粟田祭としても知られる粟田神社大祭というもので、とても歴史が古くて、秋祭り、京都の秋祭りとしては最高級のもの。歴史が始まったのは1001年で、4日間に続くお祭りで、正直に言うと4日間ともめっちゃ面白いというのは難しいところがあるなと思う。なかなか4日間とも面白いと、しかもね、結構3日間としてはもう絶対に外せない行事も入るから難しい。そうだから、例えば観光で京都に来てこの祭り見たいなっていう人に、どういう日が一番おすすめですかって聞かれたら、ちょっと答えられないかも。本当に面白いお祭り。二の鳥居の前で一礼し、長い階段を駆け上ると檜皮葺きの美しい拝殿が見えてきます。しかし美しいだけではありません。1703年に再建された京都指定有形文化財でもあるのです。さらに奥には1832年に再建された御本殿があります。それも京都指定有形文化財に指定されています。ここの神社で祀られている神様は二柱で、一柱は
あのスサノオなんだよね。目柱の渦の巫女というその日本の神話である古事記の中で最も尊い神様の3人の中の1人なんだよね。でもう1人は大国主、そのスサノオの子孫で、あの大国主、大きな国の主という感じの神様で、出雲大社で祀られてるんだよね。縁結びの神様として有名だよね。個人的に結構珍しいなと思うのはこの屋根の形、破風だね。あまり神社で見かけないと思う。この神社の境内の中歩くと、なんかちょこちょこいろんなところに菊の御紋が見えるんですけど、これもともとはこの神社を正蓮院門跡というお寺が管理してたっていう時期があって、そこから来てるんじゃないかなと思います。で、正蓮院門跡って名前聞くとすごい難しいなと思っちゃうけど、門跡っていうのはあの天皇とか皇族が出家するときに、まあ、修行する場所として扱われるお寺なんですね。だから京都市内いろんなお寺行くと門跡みたいな名前ついてるお寺も結構あるんですよ。私実はね、このお祭りの進行性めちゃめちゃ楽しみにしてたから、ちょっと今見るのが残念な気もするけど、このみこしが作業するんだよ。面白いのはね、みこしの真ん中見てみ、神門があるんだよ、八坂神社の。あれってならない？なんか不思議じゃない？粟田神社だよ、ここ。八坂神社とどういう関係なのかという感じがしちゃうけど、実はねこれ詳しくはどこも書いてないから私も自信持って言えないんだけど、結構調べてみたら八坂神社って昔の境内ってかなり広くて、上は三条通り、下は松原通りで、右左は山と川までの、まあ、巨大な境内を持ってたんだよね。それちょうど平安時代の1070年あたりだと思うから、おそらく、まあ、勢力圏内にあったからなんじゃないかなと思うんだよね。そうでもね、結構歴史が共通してて、すごい面白いのはね、室町時代にこの粟田祭は祇園祭りの代わりを務めたことがあるんだよ。室町時代ってあの応仁の乱、人よもなしい応仁の乱で、結構いろいろね町並みが損なわれて大変な火災にあったから、その祇園祭りも33年間行われなかったんだ。でその時に代わりを務めたのはこの粟田祭。すごいよね、歴史が。なかなかそれを誇りに思える神社って少ないと思う。いやでも立派だな、みこし。私ね、おみこし見るのがすっごく好きで、意外と同じようなみこしでも神社によって細かいところ装飾とか全然違うからめっちゃ好きなんだよね。今回のみこしすごい豪華だな、きらびやかで。創建は八坂神社に由来し、祀られてる神様も同じで、かつては八坂神社の巨大な勢力内にあったこともあり、八坂神社と粟田神社は深い縁を持っているのですが、実はお祭りそのものも八坂神社と縁を持っています。粟田祭の歴史が始まったのは1001年平安時代なんだけど、その時に八坂神社の境内に神童という、まあ、特別な子供が現れて、あのその日の7日後の9月15日に神を信仰して、でその信仰すべき場所はあの八坂神社の東北の地にあたる場所で、ぴったり9月15日にここ光が差して、でそこで神様を信仰したことで始まったお祭りなんだね。先ほど言ったようにこのお祭りは4日間にわたって行われるお祭りで、今日はその1日目12日の土曜日で、あのまずこの午後5時半からはおいで祭りというものが行われます。要するにこの神幸祭で渡御するみこしがあるんだけど、みこしの中に神様の魂が、まあ、霊が移されてるんだね。それを移す儀式、ご本殿から移動されるという、神様にとっても結構重要なタイミングなんだろうね。でその後は祇園林、これもねちょっと面白いなと思うので、その最後にね石見神楽、これは見どころの一つ、も今日の日で一番の見どころと言っても過言ではない。ここで神楽をやるってこと？そう、もうまさにここで夜になったら神楽をやる。境内を散策しているうちに時間は最初の行事に迫ってきました。
神社関係の方々はご本殿を囲み、おいで祭りが始まりました。ここで後日大いに活躍する神輿に神様の御霊を移すのです。神輿は単にお祭りを飾る装飾ではなく、神様が乗られる神聖なものなのです。そのためお祭りの前に必ず御霊移しが行われ、神輿の中に本殿内にある神様が宿る依代を神輿に移すのです。儀式が終わった頃、日が沈んでいてより一層幻想的になっていました。さすがに撮ってはないんですけど、先ほどおみこしに神様の魂、霊を移したっていう感じなんだけど、結構個人的には言えるかどうか分かんないけど、その興味深かったね。初めて見たちゃんとしたそういう儀式、すごい神秘的だったね。そう、次はね、ここで祇園林やる。祇園林ってね、結構面白いんだよ。祇園祭りの宵山の日に、山鉾の上に座ってる人がいて、でその人たち奏でる音楽は祇園林。そこもこの神社と八坂神社の関係って分かるんだよね。祇園祭りって八坂神社の祭祀だからね。面白いね。どういう感じなんだろう。すごい楽しみ。午後7時ごろ、祇園林が始まりました。祇園祭りの際、山鉾の上で演奏される祇園林は、その特有の音色でゴンチキチンと呼ばれ、多くの人々に親しまれています。室町時代末期に能楽の影響を受けて成立し、江戸時代にかけて優雅に洗練され、現在の形が完成しました。祇園林で使用される楽器には鐘、太鼓、笛があります。皆さんの演奏がとっても綺麗で、私だけではなく周りの人も舞台に釘付けになっていました。本来八坂神社特有のものをここでも堪能することができるのが、なんとも不思議ですね。しかし同じ祇園林でも祇園祭りともまた雰囲気が違っていて面白いです。次に山神様からやるんだけど、私の山神神楽ものすごく楽しみにしてて、いろんな演目、そのストーリーが行われるシーンだけど、その中でね、私山太郎家の退治のシーンめっちゃめちゃ楽しみにしてる。古事記のシーンで、私の大好きな古事記の部分の一つだから、それ実際に見れるのすっごい楽しみ。そしていよいよ私が楽しみにしていた岩見神楽が始まりました。岩見とは京都の山城や東京の武蔵と同様に島根県西部に位置する古い国名で、出雲の西側にあたる地域です。岩見神楽は軽快な笛と太鼓のリズムに乗せて、迫力ある踊りで物語を紡ぐ伝統芸能です。その力強い演技は見応えたっぷりで、一度目にするとその魅力に引き込まれてしまいます。ここで演じる方たちは本場の指導者の下で芸を学んでいるそうです。最初の演目は八幡です。この演目は全国最多の約4万4000社ある八幡宮の総本社である大分県の宇佐神宮で祀られている神様、八幡丸の活躍を物語っています。彼は応神天皇としても知られ、武勇の神なのです。この演目では八幡丸はこの頃、異国からやってきた仏様の宿敵第六天の悪魔王が人々を殺害しているのを聞き、方便の矢を持って退治します。武術をアピールする八幡丸の舞と、力をアピールする悪魔王の舞、見事ですね。
に奉納されたエビスは前の演目とは打って変わって軽快なものです。ここでは七福神の二人、大国主とされる大黒天と大国主の息子にあたる琴城主とされるエビスのお話です。釣りが上手な神様として知られるエビスと大黒天と二人で鯛を釣ろうとします。途中なかなかうまくいかなくて落ち込んでしまうエビスの姿が可愛くて思わず笑ってしまいます。また演技の途中では観客に対して餌っていう飴をまく場面もあり、子どもたちが大喜びでした。そして最後にやってきたのは私の大好きな話、オロチです。この話は日本の神話と歴史書である古事記に登場するヤマトノオロチの退治の物語です。出雲の国、日井川のほとりにやってきた神様、この神社の主催人であるスサノオが泣いている老夫婦を見かけます。理由を聞くと、前に8人の娘がいたのだが、近くに住むヤマトノオロチという8つの頭を持っている大蛇に食われ、今回は最後の娘の時期がやってきたと言います。するとスサノオは助ける代わりに娘を妻に欲しいと言ってヤマトノオロチのところへ行き、お酒を飲ませ酔った大蛇を退治します。舞台で展開されているストーリーにただただ夢中になってしまいます。またオロチの動きが大迫力ですね。特にお酒を飲んで酔った時の動きもまた可愛い。なんか思うこといっぱいありすぎて、正直にもう一個の文章にまとまらないけど、めっちゃ面白かった。あ、こんなに面白いんだってぐらい、もちろん前もってこういろいろ調べてたから、まあ、大体こういうものだろうっていう想像があったけど、想像これだとしたらもうこれぐらい、もうすごい圧倒的に超えてる。めっちゃ面白かった。なんか一番心に残ったのは2つ目の演目のところで鯛が釣れなくてめっちゃ悔しがってた、あの動きめっちゃリアルで、なんかすごい心に通じるっていうか。で最後はね、やっぱりヤマタノオロチの退治のシーンはもうめっちゃ楽しかった。なんか古事記っていう神話の中に出てくるストーリーで、個人的にはなんか大好きな小説の実写版みたいな感じで本当に楽しかった。今日は1日目だよ。そう、21時始めたのは7時半だからすごい見てるね。体結構寒くなってきたけど、いやもうなんか今日で終わりなんじゃないかってぐらいの勢いじゃない。あと明日と明後日もし明後日もあるよ。楽しみだね。いろいろ期待が高まったよ。
これで1日目は終了です。では次の日をお楽しみに。次回は粟田神社大祭の2日、3日、4日をまとめてお届けします。今では珍しくなった粟田神社と中院による神仏集合の儀式、個性豊かな京都の灯籠、60キロにも上る県鉾の巡行、約1200年前の平安時代から続く伝統的な儀式、包丁式、お祭りの見どころを凝縮してお届けしますので、次回もお楽しみに。